はい、皆さんこんにちは、野中です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、ハニービーイージーサプレッサー 108mm マグプル刻印。 SMG からライフルまで広く似合う耐用性の高いサイレンサー。サイズですけども、全長が 108mm、 直径が 35mm、 重量が 118g、 これは実測で測っております。で、 14mm 正逆ネジリバーシブルとなってまして、まあ、正ネジ逆ネジとね、両サイドに穴がね、開いております。で、素材は金属、型番は HW143A となっております。で、価格も手頃で、消音性もなかなかいいので、バシバシ使えるという形で、また金属製でね、質感も良くて、刻印もしっかりね、こう見えますかね、見える、はい、されているので、なかなかね、いい感じのサイレンサーとなっております。それでは実際に打って音量測定をしたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。弾速の方ではないね音量の方ね、測っていくんですけども、サイレンサーなしの基準値ということで、106がセミ音、110がフル音で、一応先ほど測っておきました。これ基準値にします。さあ、サイレンサーつけてね、どのくらい消音するか。セミ音から、94.4、96.6。 じゃあフルオートで 98.3、 97.8。はい、とシューティングレンジから戻ってまいりました。今結果の方ね、バッと出ておりますけれども、ほう、10ちょっと12ぐらい減音させることができておりました。価格帯もね、非常にお安いモデルとなってまして、ただデザインもね、非常にかっこいいんで、これはなかなか買いなんじゃないのかなと思います。で、この前まで使ってたね、試写機とはちょっと基準値がね、違うんですけど、まあ同じ状態でね、つけてない状態とつけてる状態で測ってるので、基本的にはまあその差をね、他のサイレンサーとも比べていただければなと思います。またこの成績が良かったやつで、今度ロングレンジのね、ちょっと 10m、 20m、 30m でどのくらい消音してるのかっていうのもね、ちょっと実験でね、測ってみたいなと思ってますんで、またそういう実験の方もね、お楽しみにしていただければなと思っております。皆さんもぜひこちらの方ね、使ってみてください。さて、今回ご紹介したのは、ハニービーイージーサプレッサー 108mm マグプル刻印。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。